ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんかフックショットを使って、行ける場所に、また新しいオカリナの曲があるらしいけん、それを取りに行きたいと思います。取りに行きたい？覚えに行きたい？と思います。とりあえずマンボウのマンボで、これセットしとったらしょっちゅう間違えて吹いてしまうよね。どこに取ればいいかな。ウクク草原、ここ行ってない場所か。多分ここにそれがあるけん、そこに。なんかすごい微妙やね。あっこ一体だけ行ってないっていう。はい、到着。むしろなんで行ってなかったんやろ、あっこだけ。とりあえずこの組み合わせでいくか。さあ、行きます、行きます。ここからか。よいしょー。電話ボックス。いた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 。ちょ、待って、君らなんだ。は、よそうか、君も後ろに負けずるんだ。あ、そこ、これで向こう側の木に、あ、なるほどね、いけんかったんか。いけんかったんか。これが最初の看板、下の方向へ進め。なんか一応この看板を順番に辿っていくらしい。いやー、なんかいっぱい出てきた、いっぱい出てきた。下の方向、これか？右の方向へ進む。なんかこういうの好き。楽しくない？なんか宝探しみたいな。下の方向へ進む。ちょ。下の方向、なんか戦いよる間にわからんくなりそうな感じやね。あー、敵だったのね。痛い。ちょ、草に紛れてわからねえわ。はい、左の方向へ進み、左、あ、あの囲まれたところにある看板かな。よいしょ、これか。で、上の方向へ進め、上の方向、あー、上の方向？ちょ、待って、じゃあこれ一旦戻らないといかん感じ？上って言ったらびっくり。ここからの上の方向、これか。はい、右の方向へ進め。間違えたら一気にわからんくなりそうやね。で、下の方向へ進め。下下、これや。右の方向へ進め、これやね。で、上の方向へ進め。なんか気になる。あ、間違った。間違えた。し、なんもないか。はい、上。あ、あっこあれやんね。あの王子のところやね。で、左の方向へ進め。あ、そっか、こっち来れんかったんか。なるほどね。左、下の方向へ進め。下で、右の方向へ進め。右、これか。はい、下の方向へ進め。え、ちゃんとこれ進みよるよね。不安になってきた。はい、左の方向へ進め、これか。あ、アテールのほら穴もそこに。お見事、これでクリアです。ご褒美は階段の先に。お楽しみに。これ順番に見ていかんかったらこの階段出てこんかったんかな。なんか今一瞬ね、適当に調べて一番最初にこれ調べたらもう終わりじゃねって思ったけど、違ったんかな、その場合は。とりあえず、はい、ご褒美。なにこれ、なんかあのドンキーに出てくるやつみたいじゃない？名前忘れたけど。ゲロゲロ、ボーカルのマムーだ。ここらで知らないやつはいね。ボーカル？なに？え、バンド？その左右の2匹がバンドメンバー。俺っちの魂の歌を聞きたいのかい？チッチッチ。俺っちのバンドは安い仕事はお断りだぜ、ベイビー。まあ一曲300ルピーってとこだな。どうすんだ？別にいいけどさ。よかった、お金いっぱいあって。
あ、やっぱりバンドメンバーな。うわ、めっちゃ歌うやん。めっちゃ歌うやん。え、すごい。うまいかどうかは分からんけど、すごい。で、これを覚えるってことか。なんていう曲でどういう効果があるんやろ。左右の2匹かわいい。センキュー、ありがとう、ゲロゲロ。これ動物村の、あの家関係ないんかな。なんかカエルとかおりそうじゃない。カエルのソウルを覚えた。魂を揺さぶる歌だぜ。こいつの音色で命のないものに魂を入れよう。命のないものに魂。この歌を歌や、魂ビンビンだぜ、兄ちゃん。へぇー。君たちは話せないの。話せねえ。命のないものに魂。何も言いたくないけど。命のないものに魂。ねえ、ちょっと一回動物村行こうや、動物村。関係ないかもしれんけど。でも、使う場所結構限られるよね。多分。何にでも使えるんかな。どこやっけ、動物村。ここか？あ、ここや。ここ行こう。はい、到着。全然関係ないかもしれんけど。とりあえず、とりあえず。お邪魔しまーす。は？え？なんかおるんやけど。え？え、なんかおるんやけど、誰？バレちまった。ち、見通しレンズか。あ、そういうこと？へぇー、あ、今まで見えんかったんや。へぇー、ゾーラやん。俺は他の奴らと違って静かに暮らしたいだけなのにな。しゃあね、兄ちゃん手を出しな。おー、ありがとう。秘密の貝殻を手に入れた。たくさん集めていいものをもらおう。そいつを受け取ったからには俺のことは誰にも言うなよ。それとトロンボ海岸の洞窟に行ってみな。俺と同じく見通しレンズがないと見えない奴がいるぜ。トロンボ海岸の洞窟？洞窟とかあったかな。そういう感じなんや。そういえばさ、あっこの洞窟、あっこの洞窟なんか、なんだっけ。あれ、どこや。どっから行くんや。あれ、どっから行くんやっけ、あれ。めっちゃ大回りで行かんといかんねやっけ。トロンボ海岸、トロンボ海岸。トロンボ海岸の洞窟ってどれ。ちょ、今更ながら。これか？なんかここに穴ない？気のせい？どれや？なんかそこに、あ、その階、看板は別に関係ないんだ。ウニ注意、素手で触らないように。爆弾で穴開けていく場所があるとか、そういう感じかな。いてててて。関係ないっすね。どこかしら。トロンボ海岸の洞窟とはどこかしら。うえ、びっくり。ないぞ。あれ、看板か。え？どこにあるんだ。いた。海岸のどの辺かがよくわからんけど、この下に降りとる部分でいいんかな。ちょっと影になっとるけんさ。あ、これや。これやない、多分。わからんけど。お、最後の爆弾やん。違っとったらどうしよう。よし。行きましょう。あ、多分この子やと思う、きっと。誰？かわいい。ディズニーに出てきそう。浜辺でいいもん拾ってよ。X か Y にセットしてるアイテムと取り替えよう。取り替える？ゴーリア。X か Y、交換したい方を押してね。交換したくなかったら B でいいからさ。ちょっと待って。え？ここに？まあ、じゃあ、爆弾、まあ、買えるけんね、いつでも。あ、でもこれ、ゼロなんやけど、どう？そのアイテムはダメ。他のにしてちょうだい。じゃあ、
あ、じゃあ、え?なぜダメなの?なぜダメなの?じゃあ魔法の粉?まあいつでもこれも手に入るけど。なんで?何だったらいいの?需要性の瓶。ねえ。どうよ。ちょっと待って。なんなん?何やったらいいん?スコップ。別に他にセットできるようなもんないよね。スコップ。まあ、スコップも買えるしね。おお、交換になった。何くれるん?交換したアイテムが欲しくなったらまた来てね。返すからさ。返してくれるんや。あ、ブーメラン。手持ちのアイテムと交換でブーメランを手に入れた。やったー、マジで。やったやん。これで遠くのものを引き寄せられる。スコップ売ってあげる。300ルピーでどう?なんかすげえ高くなった。いらない。あ、そう。何商売しようとしてんだ。だってこれでさ、スコップと交換で、あ、お猿さん復活しとる。スコップと交換で、まあ、ブーメランが手に入って、え、スコップまたあれやろ?売りにというか、また道具屋で売り寄るよね。言ったら別にそれはそれで、もう一回買えばいい。今のより全然安いのでは。じゃあ使ってみた。え、草とかも。あ、めっちゃいいやん。一気に。シャシャシャ。え、嬉しい。超嬉しい。ブーメランゲットした。ブーメランゲットしたよ。めっちゃ嬉しいんですけど。やったー。やったー。ほら、こういうところとか絶対。はい、爽快。あ、そっか。しかもこれで、こう、刈り取って、アイテム、その間に出てきたアイテムも、ほら、ハートとルピー。あ、一つだけじゃないんや。二つとか持ってきてくれるんや。え、めっちゃ楽しいんやけど。草刈りが楽やねん。牧場物語じゃないけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、まさか。ね、見通しレンズでなんかそんないろいろあると思わんかった。てか動物村の悪行ね、なんか思いついてよかった。おっと思わんかったわ。